桶狭間の戦いで今川義元を討ち頭角を現した織田信長は着実に勢力を拡大していた。今川家に侵入していた徳川家康は義元亡き今川家に見切りをつけると信長に接近。乱世には珍しく一度も破られることのなかった織田徳川の清須同盟が結ばれる。こうして関東に対する抑えを得た信長は隣国美濃の斎藤家攻略に本腰を入れる。かつて美濃の地は信長の妻濃姫の父である斎藤道三が治めていた。その道三が息子義達に討たれ、義達も急逝するに及び、国政は孫の辰沖に委ねられる。だが辰沖は政を顧みぬ暗愚な大名。迫り来る織田軍をよそに今日も主食に溺れていた。第7話、稲葉山城の戦い。こたびの勝利はそもそも敵国、ほら主君であるわしの前で手足をブラブラさ。ああ、これね。これは武士のたしなみです。武士はいつでもさっと動けないとだから、こうやって常に動かしてるんですよ、俺。別に辰沖様を内心小馬鹿にしてるとかそういうの関係ないんで、続きお願いします。ならばよいな。とにかくこたびの勝利はお前の功ではない。この稲葉山城は10万の兵でも落ちぬ堅城。織田軍の退却は稲葉山城を恐れてのこと。この世は数で動いておるのだ。ちっぽけな際で逆白顔に誇るな。あれ、あー、さすが辰沖様、感服しちゃうな。10代半ばとは思えない見識だよ。でも10代半ばで夢がなさすぎるよね。世を動かすのは数じゃない、教育しなくちゃ。10万でも落ちないんじゃなかったでしたっけ。アンビー、なぜだ、なぜこんなことに。なぜって辰沖様、そりゃ世を動かすのが数じゃなく意志だからだよ。足し算引き算でしか世界を見られない人に世は動かせないし、勝利なんてない。申し上げます、織田軍が来週信長直々の出陣です。聞いた、桶狭間で意志で数を覆した男が意志の力で時を進めに来たみたい。その意志、
本当に乱世を終わらせるくらい強いのか確かめてみたくなったよ。どうも、俺、竹中半兵衛、軍師やってるよ。俺の新さんと君の部で、もう勝利は。お力添え感謝します。私は明智光秀。共に頑張りましょう。この気迫で進む。
までだ。覚えとけよ。やるな。我らも続け。それまで。進め。激戦に紛れて妙な部隊が出てきたね。あれは止めた方がいいかも。主の前でよくもぬけぬけと。
軍を頼む。急げ。やるな、我らも続け。この気迫で進む。なんて強さだ。すごい、尊敬しちゃうよ。乱戦を火種で止まれない。潰さねばならない。この手で時代を働き、お見事。目指すもんなるまでわしは止まれん。
参った。ここでやったが100年目よ。また来たよ。しつこいな。これで3度目だよ。ねえ、どうしよっか。このレイニオ半兵衛、織田にその力貸してもらえんじゃろうか。天下のため、わしの夢のため、どうか。夢ね。どうして秀吉さんは戦うの？わしが戦う理由はただ一つ、皆が笑って暮らせるよう作ることじゃ。戦乱で一番迷惑すんのは民じゃ。下から這い上がってきたわしが言うんじゃ、間違いねえ。戦は勝負の駆け引きをもてあそぶもんとは違う。乱世を治め、民を苦しみから救うんがわしの戦いじゃ。で、乱世を統一できんのは信長様だけじゃ。どうか信長様に力を貸してくれんか。うん、
なるほどね。笑って暮らせるようか。でもさ、俺信長って人苦手でさ、やっぱ織田に仕えるのは無理かなってさ。もう一押し、もう一押しじゃ。確かに信長は嫌いだけど、秀吉さんならいいかな。信長の天下は見たくもないけど、秀吉さんの、おお、わしんとこでええんか。それは願ったり叶ったりじゃ。あ、じゃあお前さんも織田に来てくれるんじゃな。嬉しいな。お前も来てくれるんなら100人力じゃ。それじゃあ秀吉さん、皆が寝て暮らせるようお願い。あ、いやいやいや、すり替わっとるし、笑って暮らせるようじゃ。はいはい、というわけでよろ。
美濃を平らげた信長は天下布武を宣言。将軍足利義昭を包帯して上洛を果たす。畿内で抵抗した三好三人衆を抑え伊勢を平定した信長は越前朝倉家の討伐にかかる。越前の隣国近江の浅井家には信長の妹小市が嫁いでおり同盟関係にあった。だが浅井が織田につく者と踏んでいた信長の読みは外れる。浅井と朝倉は長年の盟友。朝倉を攻めるとの約定を反故にされた浅井家当主長政は決断。家臣の反対を振り切り朝倉に組みし織田の背後をついた。浅井朝倉の強撃により窮地に陥った織田軍は命がけの撤退戦を余儀なくされた。第1話金ヶ崎撤退戦。縛られた小豆。長政、抗うか。馬引け。全軍京へ差して早駆けに駆け抜けよ。これは一体。浅井長政の裏切りです。それを大市様が密かにこの届け物で暗示し伝えてきたのです。両方の口が縛られている小豆は我らのこと。朝倉と浅井に挟まれ動けなくなると。撤退戦は人死にが多い。だから信長様は少しでも減らそうと即決なさったんじゃ。それでも長政は戦上手じゃ。ここが地獄の七になることは変わるまいて。視線の先にこそ我が望みはある。ここで死する者なぞ無価値。この七を興じ地獄を突破してみせよ。
それでこそこの信長が軍ぞ。うぬは何を望みここに来た。意志なき者は無価値ぞ。信長様が行かれた退却地点。しっかり、しっかり務め上げな。主要取り手に寄せる敵を一人の顔取り払う。綱をこちらにつければ撤退が容易になる。この戦、兄上を追いつけば勝ちだ。最後に敵を切り伏せ、兄上を追い出させろ。敵将、撃破。この気迫で進む。ようやった！見事なもんじゃ！劣勢の中、家康殿の軍勢はまっことありがたい。なんだ、夢
諦めるわけにはいきませんからな。信長公と太平を目指す夢、生きて果たしましょうぞ、秀吉殿。100年目よ。
申し上げます。森の中に敵の工作部隊が潜んでいる模様。粘り越しよ、ガンガン行くね。いいか、まいよ。よき武者じゃ、相手になろうぜ。打ち合う、打ち合いました。歳には勝てんな。ようやった、見事なもんじゃ。この首いただいた。ありがとうの頼みって、落ちいたし。これまで点はすぐそこぞ。やれ、信長めを踏んづかまえ。開門。
きゃ。信長様は無事逃げられたでしょうか。信長様の命はわしらにかかっとる。そのためにも戦いのかにゃ。今こそ朝倉の底力を抜けるぞ。開門。この気迫で進む。撃ち取ったり。見事なブラザーしよう。
ざましきを働き、お見事。敵将を打ち取りました。強い。これはかなわぬ。お見事でございますな。託されたお役目、果たせませんでしたか。敗北。信長様が行かれた退却地点、聖火とたどり着いた。追いつかれて終わり。よし、左しっかり勤め上げにゃ。中央砦に寄せる敵を一人残らず追い払う。どうだ、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 信長公のおっしゃった。敵将撃ち取ったり。惚れ惚れとする武者ぶりよな。隙間を突なをこちらにつけろ。絶対が容易になる。どうするのしゃぶりような。この戦、
兄上に追いつけばいいだ。シャリメイクを切り伏せ兄上。Oh!
つも入ってんな。お前
撃破。
志ある者が前に進み時代をなす。ウヌラは今確かにそれをなす。意志ある者は苛烈に進め。この乱世共私、難儀なの木口じゃったろう。秀吉殿。じゃが、光秀殿に助けられ申した。つい勢いでしんがりに名乗り上げたものの、内心やってもうたと頭抱えとったのさ。そこへまさかの助け船、光秀殿がいてくれて助かった。いいえ、私はただ信長様のお命をお守りするため。いやー、まったく信長様と共にかけるは命がけよ。じゃがわしはどこまでも食らいついて追っかけていくと決めとる。光秀殿、この先もよろしくお頼みします。一つお手を。ええ、私も同じ。どこまでもあのお方についていくと決めた。あのお方こそこの血と涙に濡れた乱世を導いてくださる。戦なき地平へと。